僕も緊張して来ちゃった。2人とも一丁前に、大丈夫大丈夫。マオがやりたいって言ったんだよ。頑張りそう。うん、頑張りそうだけど、ガガガガガガガ頑張りそうだけど。皆さんこんにちは。今日は始まりました、ワンショップチャンネルです。おはようございます。おはようございます。なんかショップチャンネルです。すごい。そうなの？そうだね。お願いします。お願いします。こちらはアシスタントのママとレンカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして弟も紹介します。弟は歩くのが上手なのでケンマという名前です。はい、ありがとうございます。今日は何ですか？今日は私たちが使っているお気に入りのドライヤーを紹介します。お気に入りのドライヤーをします。お願いします。それがこちらです。メーペンスイフトヘアドライヤーです。メーカー見てみて。忘れちゃった。メーペンですだけでいいよ。メーペンですって言える？はい、そうです。ライフェンです。はい。このドライヤーには3つのソコツがあるので、使いながら紹介していきます。1つ目は速乾機能です。ライフェンが開発した高速ブラシレスモーターは11万回転で風を取り込んで、瞬時に強い風を発生させ、髪を素早く乾かします。カボー乾きました。はい。風の強さの実験をしたので、こちらをご覧ください。ご覧ください。ご覧くださいじゃない。はい、じゃあ今からドライヤーの実験をしたいと思います。イエーイ。離れたところからこの紙コップがドライヤーで、どんどん後ろ、そうだね、倒れたらどんどん離れていこうか。やってみよう。じゃあやってみるよ。お願いします。うわあ、すごいな。ね、一気に倒れたね。すごいね。もうちょっと離れたところからやってみようか。強すぎたね。お願いします。いくよ。やってやって。おお、すごい、すごいね。すごい、こっからも全然届くね。マオ君、これ乾かしてみるよ。うわ、すごい。すごいね。どう？どう？乾きそう。乾きそう。肩に持った。どう、レンカ？え？気持ちいい？気持ちいいだけ。あははそれなんかプロモーションビデオ撮れそうだよ。もうすごかったね。手をつなごう一回。ガガ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 ガ。紙コップどうでした？すごかったですか？すごかったけど、あのさ、一回だけです。倒れたのもあったね。ね、すごかったね。全部ね、バンって倒れたのすごかったね。バラバラになっちゃったね。バラバラになっちゃったね。すごい風だった。すごい風で、風もすっごい強かった。ね。髪を乾かす時間を測ってみました。乾かす時間を測ります。はい。これ？うん。上だよ。上にして。これ気持ちいい。気持ちいいね、これ。音も静かだしね。
乾いたと思います。何分でした？1分47秒でした。あ、早いね。早いんじゃないですか。2分かかんないで終わったから、ね、かったね、こんな長いのにね。子供も待てるよね、ドライヤー。これサラサラ、うん、オッケー。はい、乾きました。早すぎない？レルカ早すぎ。ペロ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 。レルカの髪、一瞬で乾いた。一瞬だったね。もうね、タオルドライいらないかもしれない。二つ目はヘアケアです。パパスマートハンドパワーシステムで、ママ風のスマートハンド制御システムで風の温度を一定に保って加熱を防ぎ、髪を傷めることがありません。マイナスイオン発生器搭載し、髪に2億個ものマイナスイオン。マイナス、間違えた。はい、じゃあもう一回お願いします。はい、お背中。マイナスイオン発生器を搭載し、髪に2億個ものいいね、水温放出してパサつきを解消し、髪本来のしなやかさを取り戻します。ちょっと髪の毛見せてください。せーの、サラサラ。どう？すごいね、もう艶がすごいね。サラサラ、ほら綺麗だよ。ほんとレンカも髪の毛見せて。レンカもいくよ。サラサラ。ほぼ自分でできるよ、見てて。あ、いい感じ。お、なんか見て。あ、そんな感じかな。ゲンマも。ママわからないって。そうだね、まだわかんないね。チヤチヤ、あ、なるよね。うん。ってなったよね、ツヤツヤにね。ツヤツヤなんだよ、二人とも前より。三つ目は強制用です。台風用ながらノイズレベル59デシベルを実現し、騒音ストレスから解放されます。だから食べ場所食べるよ。また台風用苦手なペットや赤ちゃんにもおすすめです。ドライヤーが苦手だったゲームの髪も泣かずに乾かしました。気になるね。今もやっとく？やってみようか。うん。あ、でもやっぱ泣かないね。そうだね。前泣いてたのにね。あ、逃げないね。そして、うん、気持ちいいのかも。やっぱ静かだと違うんだね。うん。怖いもんね、音を聞いた。あ、すごい超おとなしい。いいじゃん。今完成。今パパ見て。今サラサラ。できない。すごい。ゲンマ泣かなかったね。ね、泣かなかったよね。ゲンマ何食べてるの？泣かなくなったね、ゲンマ。ね。あ、どこ行くの？ゲンマが。うん、大丈夫大丈夫。ゲンマね、いい子だから今。またこの商品はカラーが4種類あって、パープル。違う。間違えた。パールホワイト、ブラック、シルバー。桜ピンクが選べます。すごい、4つもある。すごい。うちのはなんだっけ。パールホワイト。ママが選んでくれたんだよね。うん、かわいい。かわいい色だね。しかも軽量ボディで500ミリペットボトルよりもこの407グラム本体重量を均等に分散した設計で、持ち上げるのも楽々。見つけない。こうやってこうやって模様切り替えや不穏表示もいろいろ変化で分かります。はい、じゃあやってみてください。はい、はい、一個ガチッとしよう。うん、あ、オレンジ色ですね。長押しして。あ、できた。あ、虹色になった。虹色。寒い。
虹色かわいい。かわいいよね。虹色が今、まあ、お気に入りなんで。一番好きな色です。風が強すぎて寒かった。そうそう、虹色はね、風もね、切り替わるからね。かっ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 か
それは何？このドライヤー好き？うん、虹だって可愛いもん。だって虹は一番お気に入りの色だもん。レイカどう？このドライヤー好き。皆さんどうでしたか？とってもいいドライヤーだし、ナオの説明も完璧だったと思います。ちょっと難しかったけど、またやってみたいです。頑張ったね、ありがとう。すごかった。このドライヤーはライフェン公式サイト、Amazon の特典公式ショップで販売しています。乾杯しています。乾杯じゃない。うん、間違えた。それでもいいよ。お、優しい。この動画を見た方は期間限定でなんと 5% 割引で購入できます。お得、すごい。詳しくは概要欄をチェックしてみてね。チェックしてみてね。なにこれ、どこで、まあ、どこで覚えたの。チェックしてみてね。忘れちゃダメです。